森下博美は、日本の女性漫画家。奈良県出身。奈良県立山部高等学校卒業。漫画家の山品圭介は夫。血液型 AB 型。1982年、少年は青春を好きだったで、第36回フレッシュジャンプ賞加作受賞1982年5月24日号に、掲載、森下博美名義。英語教師で、 第6巻ヤングジャンプ青年漫画大賞準優先。前後して少年でデビュー。間もなく週刊少年ジャンプに順を連載。その後は次第に4コマ漫画中心となる。2005年執筆開始の大阪ハムレットは久々のページもののシリアス作品だが絵柄をはじめギャグ風味も残している。久内道夫に指示したわけではなく、 久内のところに遊びに来た時に一度少し仕事を手伝った程度である。代表作に、少年、足部、ここだけの二人、など。少年、足部は TV アニメ化もされた。4コマ作品は三等身の可愛らしいキャラクターが登場するほのぼのとした雰囲気の中にある、種の接地辛さや、時に冷徹とも言える人間描写が差し挟まれるのが特徴である。 顔は可愛いが、心は黒い、顔は、不細工で心も黒いキャラクター設定を好み、顔も心も可愛い主役は、影が薄くなっていったり、顔は、不細工だが、心は、まともな脇役がたびたび悲惨な目に遭う展開も多い。基本的には日常生活ものが多いが、夫、山品の作を連想させるような、ぶっ飛んだ、ナンセンスギャグも好み、金作、 黒トカゲなどはその傾向が強い。2002年より毎日新聞勇敢にて、うちの場合は、お連載中。全国紙での連載であるだけに、上記の突出志向は抑えめで比較的満、人受けする内容となっている。1992年、ここだけの二人、により、第21回日本漫画家協会賞優秀賞を、大阪ハムレットにより2006年に、第10回文化庁、 メディア芸術祭漫画部門優秀賞を2007年に第11回手塚治文化賞短編賞を受賞している。ありがとうございます。